ハッハッチェクチェハッ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 チェクチェハッ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 。それでは準備もバッチリでしょうか。参りましょう。ルビーです。どうぞお聴きください。ルビーと言います。よろしくお願いします。なんて言ったら言ったかというと、地元が本当もまさに総知事ということで、前回もですね出させていただきまして、ピンでやっておりますが、短い時間ですが、聞いていってやってください。普段は70年代ぐらいの音楽を主にやってまして、洋楽、邦楽取り混ぜてなんですが、皆さんご存知だったら嬉しいんですけれども、その時代にハッピーエンドっていう、バンドがありまして、多分あんまりご存知ないかもしれませんが、その中で一番有名な曲をやります。風を集めてという曲です。
もありがとうございます。皆さんご存知でしたか、ね、風を集めて。この曲知ってたよって人。あ、よかった。初めて見た。ありがとうございます。そしたら。これも今日家出る前にちょこっと練習したんですけれども、やっぱり昔の、曲の方が皆さんご存知かなと思って、昔あの赤い鳥っていうグループがあったのをご存知でしょうか。失敗したかな。翼をくださいっていう曲がありました。まあ、女性のボーカルの曲なんですけれども、ちょっとアレンジして男性っぽい感じにしていました。聴いてください。
海のように深く青いなんたらかんたらってちょっと題名忘れましたけど、知ってます？あの主演の映画でありましたね、その主題歌を、離れ組っていうミュージシャンの方が歌われてて、この間ちょっとテレビで聞いたんですけど、歌詞がとってもよくて、まあ、その歌詞を聞くだけでその映画のストーリーが、見えてくるみたいな、素晴らしい、歌詞の曲です。まだ多分 CD にもなってないかもしれないんですけど、離れ組の深呼吸という曲を歌いたいと思います。確かなことっていう曲をやります。
Thank you.
心が現れるというか癒された感じがしました。ありがとうございました。